新聞発行自動車、ぶんぶん1号を大分合同新聞は、有限会社、大分合同新聞社が編集、発行する大分県の朝刊専売の地方紙である。1942年に、豊州新報と大分新聞とが合併し、同年4月3日に創刊された。合同新聞という名称は、これら2紙が合同したことに由来する。大部合同新聞社の創立年とされる1886年は、豊州新報の創刊年である。なお、大分新聞は1889年創刊。2020年3月31日をもって、夕刊を廃止した。人件費や原材料の上昇に加え、人手不足で新聞配達員の確保が困難になっていることを理由としている。代替として、同年4月からビジネス、教育、スポーツなどに特化したタブロイド版の GX エクスプレスを朝刊に挟み込む形で週4回発行している。朝夕刊の統合に伴い、定期購読料は3500円に統一された。夕刊の廃止前は、定期購読は朝刊、夕刊のセットのみ。この発行形態は1951年5月から続けられていた。一面の大字架には、大分合同新聞は、朝夕刊連続紙。朝刊、夕刊の単独発売はありませんと表記されていた。統合版がない代わりに、夕刊を配達できない地域では、一回配達と称して朝刊に合わせて、前日の夕刊を一緒に配達しており、定期購読料は2回配達の地域が3565円で、1回配達の地域は3093円であった。地元に密着した新聞を目指しており、地域面は大分県内の各市町村別に分かれ、例えば別府新聞のように市町村名新聞という大字が付されている。大部合同新聞の夕刊に連載されていたミニ事件簿は、ごく小さな事件や警察官、記者の身の回りの出来事など、通常は記事とならない程度の事柄を取り上げたコラムであった。1978年11月1日から30年以上にわたって続き、当初は1日号から6本の記事が掲載されそのうち1本にイラストが添えられていた。その後は原則1日1本となっており、インターネットでも掲載されていた。さだまさしのラジオ番組、さだまさしの生、ヤング及びさだまさし大世界社で取り上げられていたため、従来から全国的にも一定の知名度があった。近年ではインターネットで話題になり、インターネットに掲載された記事へのアクセスは2011年4月以降、以前に比べて2倍以上に急増した。2012年11月1日には、ミニ事件簿の特設ウェブサイト、ミニ事件簿ワンダーランドが開設された。夕刊の廃止に伴い、2020年3月31日をもって終了。4月1日からは新たにビビンコ地域発ミニ事件簿の連載が始まった。大分県では、周防灘沿岸では、山口県、広島県、豊後水道沿岸では、愛媛県、南部の一部では、宮崎県、高知県、中津市や日田市付近では、福岡県、竹田市付近では、熊本県のテレビ放送が受信できることから、テレビ番組欄には複数県の放送局が掲載されていたが、2017年4月1日付で、最終面は NHK と大分民放3局と福岡県のテレビ西日本と福岡放送、TVQ 九州放送のみの掲載に移行し、ラジオ欄においては他県の放送局が掲載されなくなるなどの内容に整理された。下記の番組欄は2017年4月1日付からのもの。発行元である大分合同新聞社は、発足当時は有限会社組織であった。これは全国の新聞社の中でも稀有な事例である。2006年5月1日の会社法施行により、有限会社が株式会社に統合されて消滅したため、当社は同日より特例有限会社に移行したが、社名には、有限会社が残っている。グループ企業には、地域情報誌、月刊シティ情報大分を発行する、大分インフォメーションハウス株式会社、インターネットサービスプロバイダを運営する、デジタルバンク株式会社などがある。大部合同新聞社の幹部社員が、娘の教員採用試験について、大分市教育委員会の部長に口利きを依頼していたことが2008年7月22日に明らかになった。大部合同新聞社では、大分県での教員採用試験及び昇進に関する贈収賄事件が問題となっている中で、事件を追及すべき立場にある同社の社員が請託を行ったことを重く受け止めるとし、同日付で、当該社員を降格処分にした。大部合同新聞社賞大分合同新聞社賞は、大分県在住、在学、在勤者、並びに大分県に拠点を置く企業や団体などを対象として、産業、経済、地域振興、科学、文化の活動に取り組み、業績を上げた人物、団体を表彰する。福祉優秀校。大分合同新聞賞福祉優秀校、大分合同新聞賞は、関連法人の大分合同福祉事業団との共同主催によって行われるもので、大分県内の小、中、高校、大学を対象に、高齢者、障害者の福祉や地域貢献活動などのボランティアに、率先的に取り組む学校を表彰する。大部合同新聞スポーツ賞、大分合同新聞スポーツ賞は、大分県出身、在住、在勤、在学者のスポーツ選手、チームを対象としたもので、国際規模、あるいは全国大会で活躍し、好成績を残した選手、チームを表彰する。ありがとうございます。